じゃあさあ、いろんなあのいい選手、まあ、いいピッチャーとかね、はい、話してもらったけども、あのベストナイン、あっちゃんが考えるプロ野球ですか。プロ野球のあっちゃんがこう対戦したりだとか、いろんなこう経験をした中で、はい、これはすごかったなっていう選手、はい、ピッチャー一人、野茂さん。ああ、やっぱりですね、野茂、はい、まあ、これは説明してるかな、はい、うん、でキャッチャー古田さん。おお、どういうところが。やっぱり日本の野球界のキャッチャー像を変えられたじゃないですか。今までまあキャッチャーってどっちかって言えばちょっとこうどっしりされてるというんですか、うん、走らなくていいみたいな、うんうん、それはやっぱりそのあとはメガネというところもありますし、うんうん、キャッチングでもちょっと脇をこう開けるというんですか、すべ、うんうん、てにおいてこのキャッチャー像を変えられましたよね、うん、まあ、知的なイメージもあったしね、首位打者も取ったし、はい、それまあ、そあの谷繁もおるやん、やっぱそこら辺 の, その、やっぱこう聞いていくとさ、谷繁っていうやつもいるし、大体2人に分かれるんだよ。あ、そうですか、うん、里崎は豊さんは誰でしょう、豊さんの年代。いや、俺らの年代あんまりキャッチャーとして、いや、俺らの年代は俺は谷繁とチームメイトだったし、若い頃から知ってるじゃん。ああ、だから成長して、めちゃくちゃ成長したなと思うけど、やっぱ俺も古田やっていう、うん、やっぱ盗塁もや試みて刺されてるというさ、あの取ってからの速さとか、うん、古田さんの場合は、うん、ミーティングでも対ピッチャーよりも対古田という風なミーティングをしてましたよ、うん、確かにな、こういう風な移動してくるってな、だからやっぱりそれもそれがやっぱりいいキャッチャーというか、うん、みんなそのだから言い方悪いですけど、とにかく古田さんを潰せみたいな感じだったじゃないですか。 あったな、標的にされてたもんな。けどまあすごいなと思いました、あの人はやっぱり逃げなかったじゃないですか、うん、逃げない、結構そこに対して向かってくるような、ああいうふうな素敵なイメージがありながらね、根性あったな。やっぱこの間お話したら、やっぱり最後は根性って言われました。ああ、そう、だからそういうやっぱり俺とかそうやって見られてないけど、やっぱ俺はそういうふうな気持ちが一番やと思ってるっていうことを言われてたんで、ホッとしました。ああ、なるほどね、はい、うん、素敵なだけではなかったという気持ちがあったというね、そこにじゃないとやっぱりあれだけ長く第一線で活躍できないんじゃないですか。そうですね、はい、ファーストやっぱファーストは清原さんでしょ。今村上がね、高卒2年目で20代で、あ、10代で打ってること、あれものすごく素晴らしいですけど、うん、まあ、これも僕らはあの高校入った時の経験コンビに憧れて、僕らの年代というのはピエールに行きましたし、うん、清原さんの打撃練習やね、あの練習への取り組み方なんかを見て、僕たちはもっともっと練習しなきゃいけないと思った、うん、もう憧れとか夢の人でしたから、うん、もうファーストはすごくいい選手いっぱいいるんですけど、うん、やっぱりあの高校入ってすぐに、さっきね完成度という話をしましたけど、うん、3割30本、うん、そんな高校生もう出てこないじゃないですか、ね、今日はキャッチボール一つにしても丁寧だったな、うん、やっぱキャッチボールっていうのはすごく大事にした選手やな、うん、すごく雑にぶっきらぼうに見えるけど全然違うもんな。あのバットとかも大事にされますしね、うん、だからそれとイメージとは違いますね、ちょっとな、はい、セカンド、セカンドはね、やっぱり俺はどうしても、まあ、立浪というね、うん、まあ、同級生がいますんで、やっぱ立浪ですね。だからピエールばっかり選んでしまいそうなんですけど、うん、いや、いいよ、いや、やっぱりまたこれね、立浪っていうのはやっぱセカンドのイメージか、ショートのイメージ。いや、僕はショートのイメージでしょ。それセカンドに入れる立浪。いや、それもプロ入ってからセカンドが多いじゃないですか、うん、けどあいつがやっぱり高校入ってね、うん、ショートでゴールデングラブ取るなんていう選手も、うん、これまたもうね出てこないんちゃうかと思うんですよ。俺衝撃受けたもん。僕ら見ててね、こうね、ボールの入り方っていうんですか、うん、あのスピードとキレが抜群に良かったでしょ。だからハーフバンドにならないんですよ、うん、全部ショーパンと取りに行くでしょ。そうそう、うん、やっぱり豊さんもそうやって、いや、1年目はすごいなと思った。いや、すごかったですよ。え、すごかったんだ。だから当時秋もオープン戦やったじゃないですか、うん、で、秋のプロ野球のオープン戦、巨人阪神戦が当時の西京球場だったんですよ、うん、でそれ僕と立浪と何人かで見に行ったんですよ、うん、あのプロのノック見て立浪が下手やってました。もう言ってええんか、そんなこと。いや、当時実際にまあ、ね、おい、プロって下手やなって言ってましたよ。いや、あいつが上手すぎんねん。で、あいつの考えたらさ、あれなんでもうちょっと前で取らへんねんっていうね。そうほんで、まあ、実際あいつが立浪のプロ入って、中日のキャンプね、行きましたけど、だって前年ホームランの小野さんがセカンドに行かれたわけでしょ。
福野さんと同級生ですね。そう、いや俺はもう最初開幕戦が中日で、そうですね、立浪のノックを見てたんだよ。最初立浪って言ってもあんま分かんないじゃん、うん、あそんな感じですか。いやいや、であいつ誰やと思って、ああれ立浪やんって、あれが立浪かと、えすごいなって思ったのが立浪やった。あーサード、サードね、自分でもいいんだ。いや僕やっぱサードは中村のり。ああそう、あの豪快なねバッティングのイメージもあります、うん、守備もやっぱうまいですよ、うん、ほんで肩も良かったし柔らかいしな、はい、であの右バッターの落合さんのあまり全盛期は知らないんですけど、うん、そのライトに打つね打ち方、そのバットのしなり方というんですか、うん、使い方はもうやっぱり中村のりのあの、まあ、同じ年代にね、うん、やってた選手なんで余計にこう凄さというんですか、いやバットの扱い方はやっぱ天才的だったね。いや抜群ですよ、うん、守備もうまかったですから抑えられないというかね、うん、そういうふうなイメージがありますね、うん、はい、ショートやっぱり宮本か松井和夫なんですか、僕の中では。いやいいよ、それはいいよ。まあでもやっぱこれは松井和夫かな。まあそりゃそうやな。あの身体能力とだって何でもできた選手じゃん。僕サードやってた時に、まあ、松井がこう出てきた時にね、盗塁とか一回盗塁か、うん、送りバントかな、うん、時に大体分かるじゃないですか。あの伊藤さんが二塁やったらね、スチールしてたランナーがあこれアウトやって分かるじゃないですか、うんうん、で完璧アウトやってのがセーフになったことあるんですよ、うん、だ松井和夫のそのスピードとスライディングの速さ、うん、びっくりしましたよ、うん、だからそのサード持ったらカーンとセンター前を打ったあの二塁にランナーがいてね、うん、こう走ってくる速さって分かるじゃないですか。その時の松井のその風の勢い、うんうん、風圧みたいな、すごかったです。俺は松井和夫もいいけど、なんか坂本入れるんだよ。僕やっぱ坂本現役あんまりやってない。あ、まあまあ、どっちもやってた。なるほどね。肌感がこう分かるやつね。でもまあまあ坂本も今すごいですね。すごいよな。俺はなんかこうプロ野球史の中から残るショートでナンバーワンかなと思ってる、うん。でも肌感で言えば松井和夫だよね。まあもちろん。やっと年代どうしようになってしまうんでね。はい、じゃあ外野3人。まずイチローですね。もう絶対これは入るな。すごかったな。僕同期入団なんですよ。で、あの1年目ジュニアオールスターってあるじゃないですか。うん、でまあ一応僕が一番1軍で試合出させていただいたんで、まあまあなんかまあ一応こうあれしてたんですけど、かっこつけてもせえへんけど、同点でね、うん、8回ぐらいに代打出てきたんですよ。うん、まだ当時鈴木くんですよ。うん、鈴木。うん、ピッチャー有働ですよ、横浜の。そこをなんか大体でパカーンとホームランだったんですよ。なんかまあ当時まだね、かわいらしい感じで、うん、でまあお前バッティングしてんなって頑張れって。いや、それ上から言っとった、恥ずかしいってね、今考えたら。まあ頑張ったらレイラーなれるよみたいな。1年目か、イチローが。僕も1年目で、イチローも1年目ですよ。95年、だからまあ高校から入ってすぐってことやな、はいはい、よくもうあんなこと言ったな。はい、2人目松井秀喜。ああ、それ対戦はしてないでしょ。松井秀喜は僕の1個、あのドラフト出た1個次の年に入ってきたんですよ、うん、で1年目のオープン戦でプロ野球で初めてオープン戦、ちょっと初めて出なかったんですけど、高松で初めてヒット打ったんですよ、オープン戦で、うん、僕サードから見てて高卒1年目のスイングじゃなかったです。多少下からでちょっと下から出てたんですけど、うん、スイングがめちゃくちゃ速かったんですよ。あんなんてこう練習してもできるようなスイングの速さないじゃないですか。そうだな、もうそれですね。さあ残り一枠大谷。これをやってないですけど、やってないですけど、もう急に変わんない。いやいや、やってないですけど、やっぱり大谷外野手登録か。外野でしょ、ピッチャーじゃなくて。守るんだったら、いやまあどっちもできますけど、外野じゃないですか。まあ、聞くとね、アナハイムは結構ボールが飛ぶとか言うんですけど、うん、やっぱりその二刀流でね、うん、あ日本にて三冠を取れるじゃないですか、もちろん取れるな。だから最後2017年ですか、6年か、最後の大谷が日本にいた時のバッティング練習見た時にやっぱびっくりしましたね。まあな、豊川さんの3番やみたいな感じじゃないですか、カーンと。何がいい、分かんないよ、聞いてる人は。何が3番アイアンだ。いや、ゴルフの3番アイアン、他何のアイアンがあるんですか、3番アイアンやったら。外国人のバッティング練習ですね。すごい飛距離だよな。
ほんで7割ぐらいはセンターから逆方向打つじゃないですか、うん、それも引っ張り上げてるような打球がいくでしょう。でやっぱり全く開かずに相当やっぱりこの関節周りが柔らかいと思うんですね。バットの音とかが松井秀喜も違いましたけど、うん、また大谷が違う。松井の場合はこうグニャっていう風な音でライトを飛ばすじゃないですか、うん、大谷はもうなんかこうパチーンっていう風な乾いた音がする、はい、もう松井秀喜のグシャーっていう感じがするよね。潰してるみたいな。だから大谷のバット練習見た時はやっぱりすごいなと思いました。でも大谷の足もめちゃくちゃ速いからなあいつ。でめちゃ長いでしょ。長い。羨ましいな。僕ら阪神タイガースコーチしてる時に札幌ドームって160キロ超えたらドーンって言うんですよ、うん、あれが一番年間通してドーン言われたのが阪神戦やったんですよ、うん、電話鳴ってますけど。あ、ゆこぼしも。あ、里崎。え、嘘でしょ。本当。では、ここで。あれ